ははいいどうもロズアです、はい、めっちゃ寒いな <laughs> 昨日も昨日もそうやったけどめっちゃ寒いとりあえずあのー、布団入ってさ寝れなくてもさ全然あのー、出れないねあの寝れないというか別にさその寝るわけじゃないけどずっと布団に入りっぱなしでいるもんなそのその状態のままでうん 本来は出てね行動したいしさ動きたいんだけどそもそも寒すぎて動く気になれないっていうねはいえーとなんかね昨日あのー、いくつかコメントがあってなんかね俺あれかなと思ったよそのマクタンの信者かなと思ったんだけどあいつの信者でそんなやついるかと思ってまあね可能性はゼロじゃないしその元をたどり始めるとややこしいしそりゃ そのなんだろう、マクタンの信者かもしれんし、ホロライホロの信者かもしれないから、なんとも言えないクソガキだとは思うんだけど、えっ、ー、とね、何個かそのツッコミを入れたいことがあって、まあ、その、まあ、センスだなんだとかいう話があったんだけど、それに関しては誰にも言えることなんで、あのしょうもなすぎるなと思ったよ。あのね、センスっていう言葉ね、めっちゃ誰でも言える言葉だよ。あの 一番ね言言いいいやすい言葉というか例えばさ「何々がダメとか「これダメあれダメとかっていうのって、まあ、こういうのも言いやすいっちゃ言いやすいんだけど「あ,のあれダメあれ」とかは明確にこれ言ってるじゃん例えばあのその言い回しやめた方がいいよとか、まあ、でそういうあのコメントの中にもそういうのもあったけどこの言い回しやめた方がいいよとかこういう言い方やめた方がいいよとか。あの こういういいいい発言やめたた方がいいよととかみたいなのとかあると思うよ、ね、まあこれも Twitter とかでも言われたことあるんだけどぶっちゃけどうでもいいよお前の意見なんかどうでもいいよまず一つねであのセンスに関して言うと、まあ、これはどうでもいいとかよくないとかじゃなくて単純にあのお前のセンスだからそれそれを言ってるお前のセンスだから言ったらねあのその発言をしてるお前のセンスで言ってるから例えば服とかでもそうじゃん あのファッションセンスとかであのその服ダセーだって言ってるのってそいつのダセーだな,なんよ。で言われてる俺がそれをどう感じる俺っていうかまあその言われてる人がどう感じるかっていうのもそいつのセンスだよだからそのダセーって言われていや特に例えばねその着てるやつがそのまあ例えばファッションチェックなんか昔あったやん街角のファッションチェックみたいなやつ。ああいうのでもさ言ってる方が その着てるやつがなんかそのキメキメでそのファッションしてるつもりで突っ込んでるとしてで言われた側がキメキメでファッションしてないとしたら言ったらもう適当にさその辺の服見繕って着てるだけだったとしたら「あダサいかまあまあまあ気にしてなかったからね」で終わるやんか。 言ったらその初めからさがっつりファッションしててそのがっつりそのこれ俺かっこいいだろうと思って着てるんだとしたら言われた時に「えダサい?」みたいになっちゃうわけや。 だから、そこのセンスってさ、言った方と言われた方のセンスでしかないから、ぶっちゃけどうでもいいよ、そんなの。の俺のセンスもぶっちゃけどうでもいいし、そいつの言,わ言ってるセンスもどうでもいいよ。だから、あの、センスっていう言葉で何か言うやつ、クソどうでもいいなと思うよ。それ褒める方だとしてもね。例えば、センスいいねって言われたとしても、ぶっちゃけどうでもいいよ。そいつのセンスでしかないから、それも。だから、いいとしても悪いとしても、センスってどうでもいいよ、ぶっちゃけ。っていうことがまず一つと、 あともう一つえっとまたこれあのアホ丸出しの発言があったんでそっちも一個言っとこうかなと思うんだけどえっと立ち絵ねえっと多分0期生と1期生の立ち絵だったと思うけどそれを見てこれ勝手に使ってるからえなんか。 あの報告したらなんか訴えられたら終わりだねみたいな話してるやつがしてるまあ同じやつなんだけどあのはっきり言っちゃっていいもうそのね内容が何であれまあ自分が訴えるならまだしもねあのこれ訴えたら負けるよとかあの訴えられるよこれとか訴えますよとかいうやつクソクソクソ書きのゴミかすだと思ってるからそういうやつなんかよくさゲームとかであるじゃんなんかグラセフとかさ FPS 系のゲームとかでさ負けた腹いせでさ訴えますよみたいなやつとかさなんか物壊されて訴えますよみたいなやついるじゃんそれと同じレベルだからはっきり言ってアホじゃねえと思ったよでまずそれが一つだけどあのー、まあアホに突っ込んでもしょうがないけど一応立ちへ、まあ、突っ込ませてもらうけどそもそもあれってイラストとかじゃないわけよ俺も前にそれあのー、イラストの件で突っ込まれたことあるんよそもそも訴えられたことはないけど あのイラストの件で突っ込まれたことあってそのイラスト使わないでって言われたことは確かにあるよだけどそれはイラストだからそうなったんよ要はイラストだからそのそいつが権利を主張したら訴えられることはないけど消してくださいとかそれ使わないでくださいって言われることは当然あるよまあそういうなんか綱渡り的な部分はあるよ正直訴えられることはありえないけどなだけどあのー それは別として今回のやつだとあ,れあの動画に関して言うとあれって立ち絵なわけよわかる立ち絵とイラストの違いわかるよね当然わからないんだったらお前バカだから喋るなっていう話なんやけどえっ、ー、とまあ一応説明すると立ち絵ってさ言ったらその公式で使われてるものっていうのもあるしあの切り抜きとかその評論動画とかあとそのゆっくり解説とかでそのホロホロっていうかまあ VTuber 関係の動画をゆっくりで喋らせてる人とかまあこうやって俺みたいに生声で喋ってる人とかそういう人が立ち絵を使うことってあるんよそもそもそれ公式に使うことは多々あるからで全部それ訴えていくのっていう話だからそれをね俺,俺を訴えるんだったらそれ全部訴えなきゃいけなくなるからそんなわけないじゃんそもそもその訴える以前にその文句を言うにしてもそれ全員言っていくのかっていう話になるからそれもありえないじゃん だからバカだっつってるよアホだっつってるよお前はで黙ってろっつってバカなんだからっていう <laughs> どうせバカなんだから黙ってろっていうねクソガキがっていう話だよそのゴミカスがねあのわけのわからんことを言ってねはいまあそういうことですよあのえそれ以外には特にいいことはないな正直 <laughs> あのセンスに関してはとにかく本当にどうでもいいあのこれに関してはなんかけなされてるからこういう言い方をしてるみたいに 多分そのリスナーの人も思っちゃうかもしれんけどぶっちゃけけなされてなくてもどうでもいいでも褒められたとしてもどうでもいいなんかあの誰にでも言える褒め方とかけなし方してまあうーそういうのちょっとあんま好きじゃないというか真に受けないタイプというかまあ俺ね基本的に自分というか自分の在り方というかその活動だったりとかみたいなものにはあの自分の もう絶対的なものを持ってるから人に何か言われても関係ないよねぶっちゃけやめる気もないし「お前それダメだよ向いてないよ」って言われたからってやめるようなやわな神経してないからはっきり言ってまあね基本的に活動者ってあのメンタルが弱かったりあの承認欲求で生きてたりするから。 あの多分それを狙って潰しにかかったんだと思うけどそんなもので潰せるゴミカスじゃないんだよお前と違ってなお前みたいにもろもろじゃねえんだよあのマフタンの信者かイリアム,イリアムライバーかあのホロブタか他のところのリスナーかなんか知らんけどあの何だとしてもお前が何だとしてもただのゴミカスだから、うん、あのマフタンもそうだけどお前もゴミカスだからはっきり言ってただのね何回でも言うお前はゴミカスだ死ねということですはい。 あのお前みたいなのは生きてても意味がないんで死んでください。はい。<laughs> ということです。もううまうまです、俺は。あのー、最高の気分なんで、こうやって、あのー、ボロカスに叩きまくります。はい。まあまあ、また文句を言いに来たければ来てもいいけど、何回言ってもお前はゴミかすだから帰れっていうだけの話です。はい。まあ多分、お前にはリアクションしない、おあのー、よっぽど面白いコメントをしてくれない限りは、多分もうお前にはリアクションしないと思います。 はい、そんな感じでロズティアでした。はい、バイ。